全然違うやん。違う、わかる。うん、いってー、何これ。こんにちは、松本です。ジャスマン、花岡です。いいチャンネルです。こんにちは、新旧生態サロンコアの松村です。ありがとうございます、また今日も、はい、ゆか先生、お願いします。来た、来た、来た、来ましたよ、でっかいだるまが。体がすげえ悪いらしいんですよ。だから今日ちょっとね、生態をね、ヒゲさんをしていただこうということで、ぜひよろしくお願いします。お願いします、お願いします。じゃあ行きましょう、さっさと行きましょう。レッツゴー。松尾道中記。硬った。硬い。背骨が本当は竹のようにしなるんですけど、はい、押してしならないです。しならない。しならないです。木みたいになってんだ。はい。こっちの方は痛いですか？痛いです。こっちは痛くないです。はい。あそこの辺は回るんだね。意外と。ね、そこの辺は回るんだね。お、こっち。左がちょっと重たい感じがするね。はい、油が切れとんかな。いや、ロボットじゃないから。じゃあ、仰向けになってください。いやいやいや。そんなのある。振り答えたらでかくないかな。あ、こっちが曲がりにくい。う、ね、うん、お、この辺がすんごいですね。あ、本当ですか。何が悪い、うわ、何が悪いんですか。腹が膨らむ方がないぐらい、すごいタップタップやん。ちょっとピー入れてよ。みたいな。腸が、腸がめっちゃ悪い。腸がめっちゃ悪い。腸が悪い。はい、ここがめっちゃ膨らんでます。うわ、膨らんでるね、ここが、うん、ここも、ここも膨らんでます。うん、すごいですね、横から見ると本当に、うん、これはなんでですか。これは、毒素を溜め込んでるところが腸の入り口にあるんですけど、はい、ここに毒素が溜まりすぎてます。なので、肌がこうブツブツできたりとか。できる、うん、いや、もうヒゲのせいで分からんけどね。生きてる。便秘とか下痢とかありますか。めっちゃ便秘です。あ、そうなんだ、ね。なんでここに悪いものがたくさん溜まってます。慢性便秘ですよ。うん、だからその痛み物質とかも出ていくことができなくって、うん、いろいろ痛かったり、だるかったりとか。そうなるほど。便秘になったことないですか。あ、そう言ってましたね。軽くバランス整えてから腸の調整をしていきます。出た。はい。え、何の鼻見てるんですか。腸。腸。いや、これは鼻のね、膨らみ見てます。えぇ、マジマジ。でもちょっとだけやから分かるか分かんないですけど。あー、なるほどね。なんか変わったの。変わってなかった。顔動かした時になりました。え、あ、やっぱそうなんだ。時間差ですか。出るんだ。はい、時間差です。もう一回。はい、分かるかな、これ。今ちょっと分からん。分からないですね。分からんな。うん、こらえましたもんね。こらえたらダメや。こらえたらダメや。あんまりと話してるから。え、嘘。あ、やってるやつ、やってるやつ。やってます。うわ、全然曲がる。スイスイ行くようになった。スイスイ行く。すげえ。ここも痛いですか。ここも痛いです、うん。油物って多いですか。多いですね。皮から入っちゃいますね、結構。ヒゲさん、そこビビリなんですよ、うん。もう痛いのとかダメなんですよ。いや、もう本当に痛いにゃんですよ。痛いにゃんですよって、ね。本当に痛いにゃんですよ。ちょっと笑わせないでもらっていいですか。邪魔になるんで笑かせないみたいな。いや、俺のせいかな。その感じやったら泥棒猫する。いや、本当ね、泥棒猫。ヒゲ的に本当ですよ。こう痛いですか。痛いです。油物を消化する酵素を貯めてる、はい。胆のうがめちゃくちゃ疲れてるんで、はい、いってー、何これ。いいえ、拷問ですよ、これ。江戸時代の拷問です。いやいやいや、同じこと言うなよ。いや、同じこと言うか。あ、やっぱそこ痛いっすよ。痛いんだ。いや、痛いんですよ。そうそう、痛いんですよ。これが胆のうの、胆のうか。あ、よっぽどやね。相当痛いですか。相当痛い。なんか刺されてるみたいです。なんかつまんでクリクリしようだけだけどね。もうね、すっげーシャープな痛いです。整体とか行かないんですか。初めてです。あ、初めて。生態自体初めてです。ああ、そういうことか。初めてらしいですよ。ね、これは行った方がいいですよ、どこか。奪われた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 。でも初めてが先生でよかったね。よかった。うん、優しくして。こうやってまだ痛いですか。いや、痛くないです。さっきより柔らかくなります。え、痛くなくなったんですか。痛くなくなりました。すげえ。これは痛い。あ、ここはね、うん、グッと、グッとこうきますね。なんか、ああ、なんか、ああ。すうじゃない。痛いですか。痛いっていうか、苦しい感じ。あ、なんか。うんこ出そう。いらんこと言わんでくださいもん。あ、でもめっちゃいい反応です、うん、うんこ出る。あ、でも便秘なんだ。便秘だからか。そうよ、溜まってるからよ、うん、あ、やべえ、もう出る。いけますか。いけそう。いや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 、トイレいいですよね。トイレにうんこいいですよね。そう、いや、いい感じ。もうというか先生、すいません、もうほんと、もうこんな見た目で下ネタやってたらもういよいよやろ。ちょっと笑わせないですか。お前やないか。お前が言うからやろ。
対面の時の感触に近いさ。あ、なるほど、いいんじゃないですね。いや、ビクってなった、ビクってなったよ。これ以上曲げたらっていうところまで行った、ところまで行った。そう。いや、そんなわけあるか。でもパンクラスだったら絶対終わってますから。いやいや、パップしてた、パップしてた。メガネ一瞬外します。ありがとうございます。メガネが緩和させてたっていうのがわかりますね。ですね。まあそうです。顔が怖えんだよ。上条常彦みたいになってるんですよ。あ、本当。ねえ。怖えわ。あ、金髪先生じゃ、服部先生。服部先生、お腹ちょっとへこんできた気がします、うん、ですね。あー痛い、うん、苦しい。あ、苦しい、痛いじゃない、痛いと言えばやっぱ苦しいが来るんだ。便秘なんだね。そうっすね。いや、もう本当になんか押し出されてるような感じ。腸が結構癒着してるのに。癒着、あー剥がさないけんやな、うん、すごい浮き感どんな感じですか。いや、もうスイスイいきます、ね、ちょっと、うん、いや、もうスイスイ行きますよ。そう、ちっちゃい声であったかいって気持ちいい。こんな気持ちいいが似合う顔いないよ。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございます。全然違うやん。違う、わかる、うん、全然変わったよ。松尾多動中期。はい、ということでどうでした。キリしてますね。お客さんがね、いらっしゃったら、ね、そうそう、最後にちょっと10分前ね、うん、ちょっとバタバタになりましたけど、しかもね、YouTube 見て、そう、来た方だったんで、だからよかった。僕らもやっぱ知ってたんで、うん、なので、動画を見てね、来たって言っていただいた方は整体院の院長紹介ね、続けてまた行きましょう。そうですね、はい、はい、ということで、チャンネル登録お願いします。ヨガ先生、ありがとうございました。ありがとうございました。グッバイ。タブレットでもタップできるよ。前回の動画、おすすめ動画もチェックしてね。